ブラッド・メルドーはアメリカのジャズミュージシャン、ピアノ奏者、作曲家。アメリカ合衆国フロリダ州生まれ。ニューヨークのニュースクール大学で学んでいた折に、教授陣の一人であったジミー・コブのバンドに抜擢された。1994年にジョシュア・レッドマンのバンドに加入。1995年にワーナーブラザースレコードとの契約を得てメジャーデビューした。メルドー、ラリー・グレナディア、ホルヘ・ロッシのトリオ編成でアート・オブ・ザ・トリオシリーズの5つのアルバムを残した。2000年公開のアメリカ映画、スペース・カウボーイや2001年公開のフランス映画、僕の妻はシャルロット・ゲンズブールの音楽を担当した。ロックの楽曲を積極的にレパートリーに取り入れることでも知られ、ビートルズ、ポール・サイモン、レディオヘッド、オアシス、サウンドガーデン、ニック・ドレイクらの楽曲を自らのレパートリーに加えてきた。また、チャーリー・ヘイデンやウェイン・ショーターらとも共演した。2003年2月15日に東京のすみだトリフォニーホールにおいて行われたピアノソロ公演の模様はライブアルバムライブイン東京として発表された。2005年3月録音のデイズ・ダンからトリオ編成におけるドラマーがジェフ・バラードに交代した。同年12月には、パット・メセニーとレコーディングセッションを行い、その時の録音は、二人の連名のアルバム、メセニー・メルドー・カルテットとして発表された。1990年代、2000年代、2010年代。ありがとうございます。